はい、どうもこんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、僕はですね、購入しましたこのエクストレイルですね、新しいお車の中から、動画を撮影しているわけなんでございますけれども、覚えてらっしゃいますでしょうかね。ちょっと仕事が忙しくてね、全然これもね、いろいろカスタムパーツがあったのにもかかわらず、全然ね、仕事の忙しさとともに、更新が止まっていたんでございますけれども、実はですね、最後の最後、こちら残っておりました LED のパーツですね。 LED のパーツ、僕のね、エクストレイルは安エクストレイルなもんですから、高エクストレイルにはですね、このインパネ周りだとかに、こう、なんかシフトノブとかにもね、こう、白いラインが入ってるんですよ、LED の。ただ、そのラインがですね、僕の安エクストレイルにはない。悔しいと。そういうことでございまして、この中華製のですね、LED のテープというのか、まあ、光ファイバー的なものですよね、こんな感じの。光ファイバーをですね、この車内に這わせることによって、僕のエクストレイルも高エクストレイル、もしくはそれ以上にオシャンにしちゃうよっていうためにこれ買ったんですけど、買ったはいいけどね、取り付けがやっぱりめんどくさーと思って前に進み出すことができなかったんでございますけれども、今回ね、連休中ということも相まって、つけていきたいと思います。はい、こちらがね、Amazon で買ったこの LED のキットになるんでございますけれども、いろいろね、入っておりまして、まず電源がね、これ、USB からも取れるし、あとシガーライターからも取ることができるよと、そんな風になっておりますね。で、これが、LED のランプの本体で、試しにちょっとつけてみましょうかね。ここにちょうどね、USB のケーブルがありますんで、ここからちょっとつないで光らしてみましょうか。片手だとちょっとプスリ、こんな感じでプスリいきますと、あ、光ってます、じゃーん。こんな感じで、この LED ランプがですね、4つ、1,2,3,4、あ、5個あるのか、1,2,3,4、5個分 LED のランプがこのように光るようになりまして、ここにですね、この光ってる LED の部分に、このワイヤーをですね通してあげると、このようにすれば、この LED 自体が、このような感じでね光るよと。外側にこういう、また別添えでついてきているこのチューブをですね、こんな感じでスイスイスイと入れて、こんな感じになるよと。で、このひだの部分を、こうなんでしょう、這わせたい場所に、こう、なんか入れ込んでいくみたいな、そういう風にして、やっていくみたいなんですけど、なんで中華製ってこうやっていろいろ付属品入ってるんだろうね。こんな、タオルっていうかなんか拭くやつ、あとは、ああ、こんな風にできますよ、みたいな写真？あ、違うな。インストレーションイントロダクションズだから、あ、こんな感じにやってねって僕が今説明したようなことが、なってますね。と、あとこちらが、あ、日本語のアンビエントライト説明書。あ、まあ僕が言ったまんまですね。リモートコントローラーでね、色合いとかもいろいろ変更できるみたいで、試しにやってみますか。グリーン。あ、反応する。で、どっから受信してんだろう、これ。こうやって隠すと、あ、隠しても反応する。え、何で動いてんの、これ。この送信部を隠しても、なぜか動く。電波か？電波なのか、これは。あ、違う、これ送信、あ、違うな。やっぱり送信部がこれ、カメラだとこうやって出るんですよ、ちゃんと。違う。え、あ、ここはただの LED ランプだ。これカメラ越しに見てるから今これここが光るのかなと思ったけど、赤外線で開くのが見えるのかなと思ったけど、そうじゃないわ、これ。普通に LED でこれ、生で見ても光ってる、赤く。なるほどね。全然意味ないやん、ここが LED ランプの意味。全然ないけど、とりあえず光っておりまして、こんな感じで、赤に光らしたり、緑、青、白、オレンジ、黄色。こんな感じで、あと音にも合わせれるのか？あ、違うな。なんかこんな、こんなエレクトリカルパレードみたいな感じにもできちゃったりするんですね。さすが、中国製。音に反応するとかっていう機能はついてないみたいですね。あら、つかなくなっちゃった。あ、ついた。4番。消えた。あ、すごい！音にも反応する！え、ちょっとやばい！これはちょっと後々取り付けた後に、楽しんでみたいなと思います。おもろ。
はい。ということで、作業開始と相なったわけなんでございますけれども、まず電源を、どこから引き込もうかなっていうのを探しておりまして、先ほどのね、説明に通り、シガーライターか USB から引っ張ってくることができる LED になってるんでございますけれども、シガーライターはこのエクストレイル、前のフロントに1個しかないんですよね。ただ、USB の方であれば、この、センターパネルの、後ろの部分ですね、後ろの後部座席用のところにも、USB の充電ケーブルが出てますんで、まあ、そこから取るのがいいかなーなんて思って、作業をやり始まったわけなんでございますけれども、結局ね、配線の取り回しはやっぱりね、フロントから持ってきた方が楽だなっていうことで、後ろの USB じゃなくて、前席のね、USB の方から持ってくることにしました。ということで、早速センターパネルの方から取り外していきたいなと思うんでございますけれども、まあ、基本的に何でもね、配線取り回すとき引っ張ればね、内装物取れるんですけど、センターパネルはドリンクホルダーのゴムベラの一番底にゴムがついてるんですけど、そのゴムをペロンとめくると1個だけトルクスネジがあるんで、それを回してやれば、あとはもう引っ張りつけてやればボコンって取れますんで、その取れた部分に一生懸命配線をはわしていくというような感じでございます。これが装着後ですね。ここのゴムを外すと、こんな感じでね、トルクスのネジ1本ありますんで、これを外してからブンと上に持ち上げてやれば、取れるようになります。その取れた隙間のところにこんな感じでね、ワイヤーをはわして、ワイヤーというか、光ファイバーですね、をはわしてこんな感じで取り付けました。続いてね、ドアパネルの方に、配線をはわして光ファイバーをつなげていくということでね、ドアパネルがね、やりたいんだけどめんどくさくて、何を隠そう、このドアパネルがめんどくさくてやらなかったっていうのもね、二の足を踏んでたっていうのもありまして、まずドアの方に配線を持っていくっていうのも大変だし、別にスピーカーを交換するわけでもないのに、下手しドアパネルを外さなきゃいけないっていうね、そのめんどくささに、いやーもうめんどくさいなーと思って、なかなかね、重い腰が上がらなかったんですが、結局的にはですね、ドアパネル外さないでも取り付けできました。また取り付け後の映像でございますけれども、今回のね、いろいろはわしたやつは、これセンターコンソールの一番、前の側の部分、ここがね、結構隙間空いてるんですよ。これ内張り剥がすとね、プラスチックのバリを剥がすと、こんだけ、内側に、空間があるので、ここに収めることにしまして、そうすればね、右にも左にも配線はわせやすいですし、そこからこんな感じでドアパネルに、配線をピーッと引っ張って持ってきて、からのですね、ちょっと一部分、この部分は、ドアの、ね、内張りこう引っ張りつければボコンと剥がれるんで、そこの隙間にスポンと入れてしまうような感じでね、LED を1個仕込んで、そこからこうピーッとはわしていくような感じ。ただこの這わせる部分がね、一定のこう隙間じゃないんですよね。中心部分が結構広がってる隙間で、その部分だけはね、LED がこうペロって剥がれてきちゃうんで、その LED をピシッと這わせるために、両面テープ、強力な 3M の両面テープで取り付けました。映像は左側のパネルになってますけど、左側のパネルも同じです。真ん中の部分だけちょっと隙間が空いてるんでね、両面テープで固定して、でここの一部分だけ内張り剥がし、ボンと内張り剥がして、そこに LED を1本仕込んだと。まあ、正直このやり方だとね、そのうちきっと、さっきのね、黒い部分がね、断線しちゃうんじゃないのっていうのはあるんでございますけど、もともとが中華製の激安 LED だから、まあ、断線したら断線したでいいや、壊れたら壊れたでいいやっていうような付け方してます今回。最後、ダッシュボード部分の取り付けですね。これがね、一番難しかったですね。本当に、どこにどんな感じのラインで取り付けようかなと思って、どこに取り付けてもね、なんか途中で引っかかったりとか、うまく収まらなかったりとかして、一番なんとかうまく収まるラインでもういいやと思ってたんですけど、それがなかなか見つけられずにですね、結構苦労しました。まずね、この左側のパネル、ここをね、引っ張ればもうボコンと外れますんで、この外れたところまで LED のね、ワイヤーを持ってきて、内側に LED を仕込んでから光ファイバーのケーブルを表に出して、こんな感じでね、両面テープを使いながら、ところどころね、外側の被覆を剥きながらとかね、このエアコンの部分だけはすんなりスポッと入ったんですけど、それ以外は結構難しいのと、あとこんな感じで、曲線が多いじゃないですか。曲線が多いと、この距離をね、ちゃんと LED で光らせるっていうのがなかなか難しくて、結局的にはね、両サイドから、右側からも LED で光らさせて、反対側からも LED で光らさせて、両側から LED で光らさせて、やっとなんとかこんな感じになったっていうような感じですね。ちょっと夜の映像を見てみましょう。じゃーん、こんな感じでございます。夜の風景、こんな感じ、こんな感じです。こんな感じです。こんな感じ。
これカメラで見るとすごいいい感じに見えるんだけど、実際はなんかここら辺がちょっとなんか紫っぽく見えたりとか、やっぱこの線をこうぴったりピシッって合わすのってかなりむずくて、やっぱちょっとね、ところどころこう波々になってるというか、一直線じゃない、シュッと来てないもんで、あとこのやっぱ端部がこうやって明るくなりすぎる、やっぱ、ま、折れ曲がっちゃうから、端部の部分って光ファイバーを引き込むときに折れ曲がっちゃうんで、どうしてもやっぱ端部の部分がちょっとね、まあもともと端部の部分から明るさが来るもんですから、それも相まってすごく端部の部分がね明るくなっちゃう。こことかもそう、この端部のちょん切れてる部分がなんかこう光ファイバーのこの明るさがすごい来ちゃってるから、端部の部分をちょっとこう黒テープなんかで巻くような処理をした方がいいのかなーっていうような感じ。ちょっとこれはね、まあ中華製だし、どれぐらい長持ちするかって言われれば未知数ですけど、ちょっとね DIY 感が出すぎてて、新車にやるカスタムじゃなかったな。なんか新車感がすごくね、一気になんかチープになっちゃうように見えるんですよね。実物で見ると、カメラで見るとすごいかっこいいんですけど、実物で見るとちょっとなーっていう感じですね。色を変えてみましょうか。このリモコンで色変えれます。ピッと、あ、こんな感じでね、色を赤にしたり、緑、ブルーで、さっきのホワイト、このホワイトがちょっとホワイトじゃないよね、オレンジ、イエロー、オーシャン、パーポーっていうような感じでございますね。で、あとは、なんかこう、ちょっとディズニーのね、エレクトリカルパレード感をね、出したりですとか、こんな感じでね、なんかヤンキー車みたいな感じの色合いにしたりと、あとね、音に合わせて、例えばここを押すと、こんな感じでね、音に合わせて光らせたりなんていうこともできるんですけど、いや、大学生ぐらいまでだったらいいけど、もうちょっと僕30超えてこれはちょっとできないなと思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。これやっぱりこうやってね、映像で見ると結構イケてるっちゃイケてるよね。これもうちょっとちゃんとした品質のものを買えば、この色ムラみたいなのももうちょっと少ないのかなとか思ったり、この施工性の分でもこうやって今やっぱりね、よく見ればやっぱ波打ってるんですよ。ピーッとこう一直線で来てほしいところが波々ってなっちゃってるのも、もしかしたら商品によってはもうちょっといい感じに取り付けられるものもあるのかもしれないんですが、ちょっと今回僕がつけた感じだね、これは新車のカスタムにやるべきではないなって感じ。もっと中古のスポーツカーとかね、そういうのにこういうのやったらちょっとかっこいいのかもしれないですけど、ちょっとねって感じ。もしつけられるんであれば、気軽にね、つけて、あんまりビシッと断線しないようにとかね、ここに配線をきっちり収めてとか、そういう風に考えるのはやめて、とりあえずでバーッとつけてみて、雰囲気を一回楽しんでみるっていうのだったらいいんじゃないでしょうかね。あんまり本気でつけたらちょっと、あんまり出来上がり良くなくてね、汗だけダクダクみたいな感じになっても嫌ですから、ちょっとね、こうほんのりな気持ちでつけてみるのも、いいんじゃないかなと思います。僕はね、壊れたらおとなしくパッと外しちゃおうかなと考えてます。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあの